EU ・ヨーロッパ連合は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため EU 域外からの渡航を原則禁止することで合意しました EU 各国の首脳は17日緊急のテレビ会議を開催し EU 域外の外国人の EU 加盟国への渡航を原則として30日間禁止しました 医師や看護師、EU 内に暮らす外国人は対象外です。EU のフォンデアライエン委員長は、敵はウイルスだ、経済と市民を守るため全力を尽くすとして、入境制限の必要性を訴えました。EU は国境を越えた移動を原則自由としてきましたが、感染急拡大を受け、前例のない厳しい措置に踏み切りました。 一方、オーストラリアのモリソン首相は、先ほど、非常事態を宣言、世界全域を渡航中止対象に指定し、オーストラリア国民の出国を禁止しました。17日から原則として外出が禁止されたフランス・パリでは、街の様子が一変しました。 観光客そして地元の人たちに愛されているパリのオペラ座です普段ですとあちらの階段にはたくさんの人が座ったり会話を楽しんだりしている姿があるんですが今日はほとんど人通りもありませんフランスでは外出の自粛を呼びかけたにもかかわらず先週末は多くの市民が出歩いていましたこのため政府は17日正午から 生活必需品の購入などを除いて外出を原則禁止する措置に踏み切りパリでは歩いている人がほとんど見られなくなりましたフランスではこれまでに7700人以上が感染し死者も175人に上っています